あ、ぶっちゃけ誰でもいいかな。持ってきましょう。対戦よろしくお願いいたします。まずはおもちゃ狙っていこうかな。ちょっと大体の予想して OK 完璧。結構大体、まあ、どこら辺に置くかなっていうのを。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ここです。今回も第五人格ランク戦実況解説やっていきましょう。マッパレオの思い出ということで、庭師、おもちゃ職人、オフェンス、曲芸師。なるほど、庭師10位か。OK。まあ、狙いはね、おもちゃか、ね、庭師なんですが、まあ、ぶっちゃけ誰でもいいかな。おもちゃ、庭師ね、チェイス自体はそんなに強くないんですよ。ただ、無情との相性がね、あまり良くないっていうのが、そう、ネックなところではあるんですよね。ただまあ、チェイスに入ってしまえば、なんとかなるんで、ファーストチェイスだけですね、問題は。ファーストチェイスをしっかりと、こなせていくことができれば追うことが可能ということで、対戦やっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。まずはおもちゃ狙っていこうかな。ちょっと大体の予想して OK 完璧。いやー、なんとかして一撃入れておきたい。ここはね、もう一生引き打ちしとく。あー、きつい。なんとかフラホイール、うん、オッケー。いや、ここ倒すのもできたの、かなりでかい。オッケー。いや、それは許してくれませんよ、世間は。後付け世間は。OK？ さあさあさあ、釣ってしまいましょうか。さすがに近いちょっと釣れないな、リスクが高い。ちょっと離していきましょうか。まあ、椅子からはね、椅子からは離しますが、ちょっと工場に行かれると厄介なんでね、なかなか。厄介なキャラクターにはなっていますので、ちょっと傘だけ出して、耳鳴りの索敵をしていきましょうか。いや、おもちゃ職人みたいなね、あのキャラクター、まあおもちゃ職人、幸運児等々、あのアイテムを使ってチェイスするキャラクターは結構ですね、あのやられた、やられたな、でかい。あのまあ置く場所、アイテムを置く場所がですね決まっていますので、結構大体、まあ、どこら辺に置くかなっていうのを、まあ、意識しながらといいますか、うん、立ち回っていくと結構ね、当たったりすることが多いので、まあアイテム、うん、例えば幸運寺だったら、まあ、宝箱の近くに、まあ、行くんじゃないかという予想を立ててね、狙っていくのがいいかなと思います。おもちゃ職人も、まあ、今のワープは大体、次ね、多分階段の方に、おもちゃの道具を置きたいと思っていたので、まあ、大体そこら辺に行くだろうなと思って予想を立てたところ当たったっていう感じですね。90は来るのか、これ来ないな。さあ、おもちゃ飛ばせた。おもちゃの動画も壊しとくか、一応。念のためね、何があるか分かんないんで。まあ、あれに邪魔される可能性もね、ないことはないということで。誰だ？いますか？追っていきますか。ラッキー！一番追いやすいからね、庭師が。まあ、過去があったところでじゃない。どうすんの？ OK！ まあ、庭師はね、強化を受けたところで、まあ、無情にとってそんなに害はないというか、うん。そこまで脅威的ではないと思っている。どのキャラクターにもそんなに脅威にはなってないと思いますけど。逆さ出しといて、オフェンスボールないでしょ。ボールも結構使った。
いやー、さすがにじゃない、まあ、一応ケアはしとくけど、まあ来ないと思います。もうボールもね、多分そんなにない。確定球ぐらいじゃない。いや、確定球もないんじゃないかな。ちょっと浅いかな。いたいた、極限。うん、間に合うと思うけどね。鬼没もあるんでね、今回。オッケー。さあ、神出鬼没ダウン取れたんで、これは勝ちでしょう。いや、ファーストチェイスのね、ショットワープがマジで綺麗に決まった。まあ、そこから殴るまでは少しだけ時間がかかってしまいましたが、まあ、問題はなしということで、一撃与えればね、こっちのもんですよ。痛い。OK! 対戦、ありがとうございました。さあ、マップは赤の境界ということで、お相手の編成は患者、昆虫学者、祭司、調香師と。なるほどね。まあ傲慢でいいかな。うん、傲慢キャスでいきましょうか。いや、また赤の境界だな。今日結構まあマッチしてるんですが、赤の境界率めっちゃ高い。めちゃめちゃ赤の境界引くんだけど、何なんだろう、何なんでしょうか。赤の境界率の高さが尋常じゃない。まあいいでしょう。さあ戦っていきましょうか。どこにしようかな。うん、いや、墓場取られ、なんか毎回墓場取られないんですよね。だから自分墓場毎回湧いて祭司のこと狙ってるんですが、今回墓場取られたな、珍しく。まあ真ん中の祭司にね、ショートバして倒していきましょうか。真ん中の方が狙いやすいんじゃないかな、ポジションどうだろう。いつもね、救助職がカーペットとか取るんで、逆になんかやりづらそう、見られてそう。脇違うかな、なんか脇変わってそうだなこれ。あーだよね、ちょっと変わってるよなこれ。いつも墓取ってたんでね、自分墓で、まあ墓の方、墓だとスポーンやっぱ変わるのか。うん、ちょっと時間かかるかも。かかりそうですね。うーん、なるほどね、スタンバッター。ちょっとファーストチェイス厳しいことにはなりそうですが、焦らない焦らない。うん、オッケー。まあまあ悪くないんじゃない。だからここは患者っていうのがまたちょっとネックなんだよな。まだね、そうアイテム消費とかもできてないんで、昆虫は来そう、真ん中から。ダブ級だったら時間かかるからいいけど、個人的には。オッケー、救助がリードよーし。あぶねー、ナイスナイス救助狩り。おいしい。まあ届かなくてもいいや。やべ、やられた。いや、やられてない。オッケー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 。よーし、役目を果たせず。
知っていく、知っていきます。結構早いんですよ。 OK。 さあこれで昆虫ダウン。そこ回せないよ、そこ回させないぞ。アイテム消費させちゃいたい。あ、マジ、もう昆虫じゃなくてもいいよ、ぶっちゃけ狙いはどっちでもいいから。それは甘えじゃない？戻ったね今。面白いけど。OK。面白いけどさすがに回させないぜここは。ただ向こう側も回ってるっていうことは意識しておきましょう。怒り振ってないから形状ができないかな。大したもんいいや。飛んでしまいましょうか。ため攻撃じゃないと届かない ?OK。よし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 。まあまだつかないでしょう。今、だいたい今ぐらいについてカラス回った。まあポチポチしてるぐらいじゃない？中間待機は必ずいる。絶対にいる。飛んじゃう。うん。まあ向こう側開けるにしても時間かかりそうなんで、ここは飛んでしまって構わないでしょう。で椅子には早急に釣っておく。で三石が中央を経由するはず。ってなると昆虫学者が真ん中カフェの方を回さなきゃいけないんだけど、いるね。ほらここ外すか。昆虫どうすんだろう。オッケー、よし、あなた釣ってしまって対戦ありがとうございました。